はい、こんにちは、浦田氏です。さあ、というわけで本日ですね、タイトルとね、サムネにもあると思うんですけど、今回ね、もう嵐山田チャンネルにはなかなか登場せんようなモデルの方が来てくれてます。早速ね、登場してもらいますか。お願いします。お願いします。お願いします。レイラです。はい、レイラさんですね。お願いします。今回ね、おとんが一番喜んでましたよ。え、本当ですか。私もおとんに会えるのか。普段はモデルをされてるんですよ。モデルをやってます。で、サーフィンもやってるということ で、 そうです。サーフィン歴はどんぐらいなんですか。ちょうど多分2年半くらい。2年半ということで、年齢とか聞いていいんですか。はい、24です。24。なんせ紫さんのモデルでもらって、ララポ店ドーンとあるんでしょ。いや、ララポどころじゃないですよね。普段はどこでサーフィンしてるんですか。いや、普段は、まあ、私連れてってもらう側なんで、行って、でも私たち都内に住んでるんで、ちょっとその時に行けそうなスポットをとりあえず車で走らせて行って、まあ、よさそうなところをピックアップしていくって感じなんです。都内やったら千葉か湘南みたいな。いや、そんな感じです。でも湘南はやっぱ最近人多いので、行けてないんですけど、まあ、千葉ですかね。今度も視聴者さんも 見かけるかもしれないです。東京ですか。湘南かと思った。いや、湘南に住みたいんですけど。湘南に住みたい。でもさ、モデルさんの仕事で行くんなら東京に住むことは楽でしょ。そうなんですよ。だから、まあ、一応また都内に引っ越してっていう感じで。でも、あの、足は一応あるんで。で、モデルさんってさ、湘南に住んどる人も多いよ。え、めちゃめちゃ多いです。あれ、通うんでしょ。通ってますね。ライフスタイルがいいのかな。そう、湘南っていうのはライフスタイルを売ってます。だから結構ヨガ系の子とか。あ、そういう子は湘南におるんだ。そうなんです。なるほど、勉強になりますね。いや、なかなか嵐山田チャンネルでこんな話せる人おらんすよ。いや、本当ですか。いや、嬉しい。千葉にはいないからね。まあ、でも歴2年半ってなると、なんやろ、見てくれとる数の中にも結構多いと思うんですよね。そう、だからなんか、今乗っとるサーフボードとかも知りたいし、どういう風に選んだのとか、聞いててもいいですか。はい、まあ、あとは私からもちょっといろいろ悩みがあるので、はい、ちょっと嵐選手に解消してもらおうか。もちろん、もちろん。ちなみにこのあのバーベンを YouTube でも撮ってるんですよね。一応撮ってます。でも、そっちでも見れるっていうことで、はい、ぜひ言っといた方が見てもらいたいですよね、はい、ぜひ。私の方でも今日あのサーフトリップで一応一宮来てるんですけど、 Vlog は上げるのでよかったら。でも、サーフィン系も今後アップし、そうなんです。そうなんです。めちゃめちゃサーフィンはやっぱ好きなので。でも、なかなかモデルでサーフィンやってるかあんまりないんですよ。全然おらんす。やっぱ焼けられないとか、海が怖いとかね、全然いないので。だから私結構がっつりやってる方なんで、ちょっとサーフィンのカルチャーを盛り上げられるようにちょっと頑張りたいなと。こういうね、モデルの方がサーフィン好きって言ってくれると、サーファーの方も嬉しがります。いや、喜びますよ。救われます。僕も明日やろ。バリから1回もやってないから。確かに。じゃあ、とりあえず最初ちょっとあのサーフボードを見せてもらっていいですか。はい。ツインサーブだ。そうなんです。え、 YU で作ったんです。おしゃれ。中村たくみ先輩と一緒じゃないですか。たくみ先輩に声かけられたんで、やっぱたくみ先輩と一緒のところで作っちゃおうかなっていうちょっとノリで。渋。しかもオーダー。フルオーダーです。おしゃれ。渋。めちゃめちゃおしゃれ。ツインサービオーダーってすごいね。しかも超かわいいのが、これ実はこれもメルカリとかで売ってるんですよ今。え、作りで。マジですか。おしゃれじゃん。こういう渋欲しくなりますね、これ。いや、欲しくなりますね、これ。いや、なりますね、これ。いや、おお、それ直で置いたら角やばいやばいやばい。重たくて置いちゃった。やっぱりカバーまでね、おしゃれっていいっすね。おしゃれに楽しくっていうのが目標なんで。さすが僕のキャンプみたいな感じですね。そうですね。サーフィンもそうしてください。はい、頑張ります。なんで、こんな感じなんですけど、カバーは。カバーめっちゃいいやん。うん、それいい。これはもう、メルカリでこういう手作りで作ってる方がめちゃめちゃ最近多いので。なるぜひ、色は。色もかっこいい、ベージュで。すげえ。おお、YU。渋っ。おお。かっこいい。映してる。いや、かっこいいですよ。ね、テイクオフも早そうで楽しそうですね。本当、乗りやすさ重視に。出してもらって。これはかっこいいよ。いや、これめっちゃいいな。めちゃめちゃいい感じです。持って歩いてもかっこいいから。そうなんです。ビキニのモデルに自分のボード使える感じだよ。いや、そうなんですよね。間違いない。それもちょっと狙って、うん、そういう時があるかなと思って。ね、だってパフォーマンスボード持って歩くよりこれ持った方がかっこいいから。そうなんです。
うん、でもこれちょっと正直ちょっと高かったんじゃないですか。そうですね、これはちょっと奮発しました。これは高いでしょ、普通に買ったら。ちょっとさ、出しゃばりたくないけど持たせてほしい。はい、いいです。そんなんいいんすか。もちろん。いや、俺こういう色好きだもん。いや、いいじゃん。ちょっと音似合いますね。でしょ。もうさ、ルミ入らんかったらうまい人に見えるじゃん。いや、そう、歩いてる時が一番かっこいいっていう、ちょっと間違いないです。ルミ入るとずっこけるからね。そうですね、マジで砂浜までお願いします。これね、レールが細いの、多分女性の人でも乗りやすいと思う。めっちゃ細いよ。ちょっとなんか楽しくなってきてないですか。あ、女性いるからね。はっきり言って、はい、サーフィンはそんな好きじゃない。そうですね、サーフィンは好きじゃないけど女性いるから。福井県いる時と違うんですよ。そうそう、だってこうやってレールなんか触ったことないけど、今ちょっとレールのチェックとかしてる。ありがとうございます。なんかできそうに見えたでしょ。まあ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 、まあ、でしゃばるにあげときます、怒られるっていう。ちょっと見た目にもこだわっちゃったっていう。いや大事っすよ、マジで大事。まあ女の子はそれがスタートだと思うんですけど、まあ、買い物だからね。そうなんです、仕事道具じゃないからさ、見た目は大事です。しかも、サーフボード関係ないですけど、上下これビラボンですか。そうです。おー、いいっすね、おしゃれ。ビラボン様様で、はい、かっこいいっす、はい。まあ、今日はこれのサーフボードで挑戦するんですよ。挑戦します。ちょっとね、風強いですけどね。朝3時間入ってきたんですよ。もうやったの3時間やった。2回目のボードでプロサーファーよりやってます。いや、もうだからちょっと今日久しぶりに、私毎週来れるわけじゃないんで、来れるときに入ってる感じなんですけど、ちょっとがっつりやっちゃいました。さあ、というわけでね、着替えたんで今からやってきます。イエーイ、お願いします。お願いします。まあ、今日のコンディションはどうですか。2年サーフィン歴2年半の中で、うん、こうちょっとサイズある方ですね。サーフィンやってて死にかけた時あります。あるやっぱね、それが脳裏に浮かぶと怖い。やっぱ突っ込めなかったりとかして、カーリングしてやっぱこう、こういうところがちょっとこう当たりかけたとか。なんか今サーフィンやってて、こここうしたいとか、なんか課題みたいな悩みとかあるんですか。そう、結構あって、はい、なんか私2年半やってるんですけど、ほぼノーコーチングで独学なんですよ。はい、あれ、中村拓海選手は、いや、拓海選手はそのミラブンの撮影の時に教えてくれるぐらいなんで、そんな、まあ、すごい教え方がうまいんですよ。そうですね。あと教えるのがうまいっていうより口がうまいですから。そうかもしれない。だからうまく感じてる。そう、楽しませるのがうまいから。あの人は天才ですから、ね。天才です、はい。だから一緒にいるメンバーにもずっと2年半波を感じろとしか言われてなかった。波を感じろ？そう。ブルースリーですか？いいですね。それで2年半やってきた感じなんで、まだちょっとテイクオフ、はい、自分のテイクオフが本当に合ってるのかな、はい、この立つ瞬間とか。まあ、でも板は間違いないんで。そう、板は間違いないんです。なんか板が不安やとね、サーフィンやる気出ないじゃないですか。これ完璧なんで、安定感がめっちゃあるので。せっかくだからそこ歩いていくと、もうちょっと僕それ写真撮ります。お願いします。あの、本職だと思うけど。でもこれどうなの、モデルさんに写真撮りますって言ったら、歌詞の板にカラオケ歌ってくれっていう感じ。さあ、というわけでね、海の目の前行きましたけど、あの、課題がテイクオフということなんですけど、はい、まず一回あの陸で見せてもらっていいですか。はい、パドリングからの、はい、波来ました。おお、え、やばい、言うことないっすよ。え、嘘、ガチで。でもさ、これがさ、はい、あそこでできなきゃだもん。まあ確かに、はい、まあちょっとできてきたかな。ちょっとあの、思った5倍綺麗すぎて。嘘、ちょ、もう一回見ていいですか。はい、お願いします。これお世辞とかないっす、マジでガチで。パドリングして波来ました。え、どこ教えたらいいんですか、マジで。嘘、ここはできてる。いや、完璧っす。本当、なんか膝の落ち方とか、なんていうやろ、乗り方とか、ほとんど5倍うまいっす。嘘、ガチっす。まあ、ね、もう全部綺麗なんですけど、うん、1個このこれを1個の意識変えたら、うんうん、速い波も簡単に抵抗できます、うん。こうパドリングして、で今この乗る前にこう手つくじゃないですか、うんうんうん、これがあの抵抗、なんていうの、抵抗の意思で押してると思うんですよ、うんうんうん、それをルーフィー振ったらこうパドリングして、うん、こっちの波行くとするじゃないですか、うんうん、その時に手の位置をこういう風に持
あー、ちょっと横に、はい、っていうかこう斜め、うんうん、斜めサーフボードをこういう風に持って持つと、うん、何がいいかっていうと、もうこの時点で胸が若干開けとんすよ。あー、こういう、はい、こういう風な状態で立つと、うんうん、胸が固まってるじゃないですか、うんうん、だから立った時にこう縮こまってるんですよ、うん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 、だけど鼻にして斜めに立つことによって、うんうん、もうすでに胸が開いてるから、なるほどね、こういう風に立ちやすいんですよ。へえー、だからあの視界も広がって、うんうん、前に進みやすい。すごい、そんな情報を私も一回やってみなさい。もうめちゃくちゃシンプルでワンポイント。手持つときはさ、はい、手置くときか、はい、こうじゃなくてこうボードもこういう感じ。いや、それは別にこうでも大丈夫。もうどっちでもいい、それはいいっす。もう置くときにサーブ、手を斜めに来て、こういうこと、もっと斜めですね。こう、もうもっともっと、ほんでボード斜めっす、うん、パドリングして手つくときに、あ、そうそうそうっす、そうそうそうっす、はい、もうそれで自然的に胸開けてるんで、そうなんだ、もうそれで綺麗に立てます。立った。でも結構それすぐ忘れるじゃないですか、うん、あの波来ても、波来た時に、うん、だけど意外と意識すると本当サーフィン人生変わります。本当にマジです。これは嘘じゃない、これガチです。ありがとうございます、はい、有益な情報。いやいや、それだけワンポイントだけでも変えていけば、うんうん、めっちゃ楽しいと思います。了解です。じゃあそれを意識して、はい、行きましょう。はい、やっぱり女子が入ると花があっていいですね。特にモデルさんですからね。ここのね、右から回り込めばゲットは楽なんですよね。回り込んだ方がいいですね、奥から。そこを教えてんですね。OK です。行けます、行けます、行けます。あ、行きましたよ。あ、立った立った。いいじゃないですか、これ。あ、こっからいけいけ、もうちょっと前に出たら。あ、よかったです、はい。Honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta move it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel like pushing on my chest and it's just till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool and I'm alive and I'll meditate. I could walk through the rest of the celebrating. I could change my mind, maybe elevate. Living life. レッド行きました。ファーストだ。前もしっかり前に出る。今のファーストダウンも良かったね。というわけでね、本日セッション一緒にね、初セッションやってきましたけど、いや楽しくできてよかったです、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。本当に、いや本当はね、思った5倍以上にね、テイクオフいい感じで、なんかもっと違うこと課題にした方がいいんちゃうかってぐらいの感じでした。よかった。でもなんか波がね、思ったより押してくるんで、なんかサーフボードがでかい分刺さりやすくなってたっていう部分もあったんですけど、でもそんなの関係なくね、攻めて、普通音やったらこうビビり散らかすとこを攻めてました。攻めすぎてビビった。嘘だって嵐が下におるのに突っ込んで撮ったりじゃん、何回か。いやなんかさすが突っ込
った方がいいっていうのも言われてたんで、いや、そう、やっぱ教え方、嵐君の方がでも優しいんですよ。突っ込まないで始まんないんだけど、どこいるじゃん、ガッツがあるの。俺いつもつもっと突っ込めって言われるけど、突っ込まない。本当ガッツがある人こそ上手くなると思う。じゃあちょっとこのまま頑張りたいのかな。で正直言うと今日の波はちょっと難しいでしょ。難しいですね。なんか真ん中も特にあの深いんで割れにくかったり。割れにくくて速いからいちょうどいけるところで刺さるじゃん。それは感じました。だからこれは難しいわと思って。でも押してくれたんで、いやいや何本かいい波を押してもらって、あとゲッティングを食らっとったりじゃん。でパーンって板飛んで、あーって平行が速いけどちょっとあれっすね、ドルフィン難しそうっすね。そうなんですよ、沈ましにくそう、女性っていうのもあるし。そうそう、体重軽いからさ。まあだけどあんだけガッツあったらすごいんじゃないですか。いや本当に、なかなかおらんすよ。まあ確実に俺よりはチャージしとったけど、比べたらあかんすよ。やった、比べたらあかんマジで、マジ最後のバリであのめちゃくちゃエグいなみたいな来たっつって、でマジでこれ取れたらエグいなってやつが来たんすよ。やめた、やめた、ビビってここにそびえ立つ波が見えるとちょっとビビっちゃう。じゃあもう行けんと思ったな。くっそビビってそれ逃してね、もうあかんわっつってパドルで帰ったんです、うん、それきりに波飛んでて俺これ10回休みぐらいの罰食らうぐらい終了でした、ね、そう。しかも行くとも奥のおっさんやめとったのに、あんまり罰だよ、もう本当やっぱりやめた。なんかもうこれからぜひターフィン続けてください。頑張ります。はい、まあ、ぜひ皆さんね、あのインスタグラムフォローと YouTube の方もチェックよろしくお願いします。これ Vlog ではいつ上げるんですか。来年ぐらい上げるんですか。 Vlog 来年、来年聞いてないよ。で多分そのね、冗談ね、急に言っても通じんから。すいません、マジですか。すいません、何が来年だってパイ叩かれるよ。まあ来週か今月中、来週月頭ぐらいには頑張って、まあ、編集私がしてるんですけど、はい、すごいね、編集もできるし。確かに、まあ、これから夏だしね。そうなんですよ、いろいろイベントもあるので、ちょっと載せたいな。海のシーズンじゃないですか、私たちのシーズン。そうです、まあ、紫スポーツとかでね、まあ、いろんなところで写真あると思うんで、ぜひ見かけたらまた教えてください。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。じゃあそういうわけで本日ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。